さあ、じゃあ釣ったマダイをね、早速下ろしていきましょうか。まずはこの鱗を描いていきます。相当でかいですね、これ3キロぐらい、3、4キロあるんじゃないですかね。3、4キロあるよね、これね。なんか何かしら入っとると思う。任せたまえ。よいしょ。普通の卵は使ったけど、カリーの卵は美味しいみたいな。あ、そうなの。よし。このトゲが危ないからね、おろす、鱗を描くときにここ注意しないと。キーじゃ取れましたら、まず頭を、まあ、釜いらんかな。まずはエラを取ります。相当でけえよこいつは。エラしてますね。あ、食われた針が。オッケーじゃない？取れてますね。よし、じゃあ頭落としましょう。内臓も。頭は。じゃあ3枚に下ろしましょう。よし。ちょっと体勢が悪いな。こう骨に沿って丁寧に。こっちも同じようにね、骨に沿って丁寧に。あれ、頭いる？頭はもういらんだろう。いらんわ、いらんわな。食いきれんわな。いや、俺はいらん。これもげ、畑に売れなかも。ああ、そうだな。俺、前話したろう。栄養があるんだな。タイの頭20個捨てたところさ、埋めたところさ。おう、今すげえでっけえ菜の花が咲いてる。ほんと、それはええことなの。うろこついてるこれ。よっしゃ、はい。うわ、綺麗な身ですね、これまた。はい。ね、裏側も同じように。尻尾も落としちゃいましょう。
この辺もちゃんとしっかり包丁入れてあげる。で、骨が硬いんでね、しっかりとゴリゴリ。よし、ちょっと浮いちゃった。はい。ままでしょう。腹骨をついていきましょう。はい、うん、美味しそう。こいつはでけえ。でもこれ、ややぶりですよ、これ。まあいいでしょう、こんなもんで。よし。はい。よいしょ。でけえ。よいしょ。じゃあ、次はヒレを落としていきます。あと。よいしょ、ね、はい、こんな感じで取ってあげたら、よいしょ、はあ、頭取ってあげましょう。頭落とします。エラに沿ってここ、これでこんな骨があるからここを断ち切りたいが、はあ、あーなんとか、はあ、これ心臓です、よし、じゃあ腹を割っていきます。まだ卵はないみたいですね。あ、ちっちゃいのがある。ここ破っちゃって。内臓を張り出します。卵はね、まだまだちっちゃいのが。で、この中がね、意外にあるよ。この天ぶり、めっちゃいい天ぶりですね。じゃあサンマおろしやっていくよ。あーでも赤いぞ。こんなもんか。おろしてみよう。腹は分厚かった。やっぱまだランがちっちゃかったから。腰痛え、この体勢マジで。お尻くそな体勢でやってるね、あんた。あなたがここ用意したでしょ。うん、だって雨当たっちゃうで。うん、そうだね。部屋の中でこんなんやられたらお前シャレになるよ。あー、ごめん、 んちょっと下行った。ぶっちゃけね、こんなでかい天ぶり下ろしたことそうないぞ。要は一緒だけど、おろし方は。そう。浮いたらごめん。歯を若干下に合わせてて。背の方がちょっとあれかな。あ、ごめん。うわ、身は真っ赤だね。ほら、そこ？ほら、影でわからん。乗せる？いいよ。乗らんもん。乗らんな。いいじゃん。腹はいいよね。もう向こうでやる、これ。あと。これでやる、これでやっとくわ。うん。じゃあもう一枚あるから。
しゃ、はあ、はあ、あでもいい身だわ。ブリアラとかに使えますけど今日はやりません、やれません。これやろ、これよいしょ。